人、物、金をテキサスへ。 CCIM のルークです。テキサス在住のイーロン・マスクは10月27日に Twitter の買収を完了しました。もともと4月に Twitter と合意した買収総額は440億ドル日本円で約6兆4000億円となりました。既存株主からは1株あたり54ドル20セントで株を買い上げます。そして Twitter 株は上場廃止となります。7月上旬にこの買収契約を破棄するとイーロン・マスクが表明したこと、これを不服としてイーロン・マスクを相手に、Twitter は訴訟を起こしていましたが、この問題も和解するという形になります。半年間に及んだこの攻防戦、 Twitter は月間約4億人が利用し、ネット空間の言論基盤にもなっています。巨大 SNS が一人の富豪の所有物になるということになりますね。イーロン・マスクは27日の午前、自身の Twitter のアカウントに、私が Twitter を買収した理由は暴力に訴えることなく、健全な方法で様々な心情を議論できる共通のデジタルの広場を持つことが文明の未来にとって重要だからだと、買収の狙いを改めて説明しました。イーロン・マスクが実績を上げた電気自動車のテスラや宇宙開発のスペース X と、今回の SNS というのは違うタイプの経営ですね。現代社会のこの公の器、これを担うという重責が伴うことになります。さまざまな心情の健全な議論、これこそ公共性に値する SNS 経営の土台です。イーロン・マスクが独自一人でこれを成し遂げられるか、イーロン・マスクがそう考えてはいけないという意見もかなり上がっています。イーロン・マスクは28日に Twitter の SNS 上のコンテンツモデレーション、すなわち不適切な投稿の監視や削除、これを監督する評議会を設置すると明らかにしました。有力アカウントの停止や復活などの重大な判断にあたって有識者らの意見を取り入れて客観性を保つことが狙いです。評議会が招集されるまでコンテンツに関する重大な決定やアカウントの復活が行われることはないとしています。そうなると2021年のアメリカ連邦議会議事堂襲撃事件を扇動したとして Twitter から永久追放されているトランプ前大統領のアカウントの復活をイーロン・マスクが認めるかどうかという注目が集まっています。トランプは28日自身の、トゥルースソーシャルですね、そこで Twitter は分別のある人物の手に渡り、とても嬉しいと述べていました。ジェネラルモーターズは Twitter が、その個人の参加に入ったということで、新たな方向性を評価する間、Twitter への広告出稿を一時停止すると発表しました。Twitter の広告主の間では、この野放しな投稿が放置されて、SNS が荒れる事態への警戒感が高まっています。イーロン・マスクは
Twitter の幹部を解任し、約7500人いる従業員の 75% 近くを削除するという方針を出しています。本社もテキサスに移転すると思われます。トランプに関しては、共和党はアカウントの復活を望んでいますが、民主党を中心とする左派はこれに対して反発しています。ますます目が離せない Twitter の今後楽しみです。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。